王 VS スケでございます。2人ともじゃんけんの方をお願いします。仲良し対決先行スケ、後攻孝太郎、先行スケ、後攻孝太郎で行います。ではいきます、レディー、ファイト。いや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 、なんでいいかわかんないけど相手は孝太郎。ちょっとはっきり言ってこいつ俺の前面だろう。なのにこいつじゃんけんで俺に勝って高校とかちょっと臆病でビビってんじゃねえのとか言っとくぜへんよ。なのにこいつに最近俺負けたばっかり。だから今日はリベンジしてくぜ孝太郎。やっぱりスケのラップの方がそうだな、盛り上がってるだろうとか聞いとくぜ。とあんた返してみろよ、はい、Yeah、先攻後攻どっちでもいいからこんな感じのフローでもお前沸かしてみろよ。もう誰聞かれてたら力見え、そうひまわり咲かしてやるさ。お前はレベ全身と身とこうもんならこのラップ紐投稿。そうやって言うとくぜ、もちろんやばい殺し合う。やばいがこいつは殺し去る。バカルがこうやってラップ行くんで、お前はマジで特徴ねえな。お前バカじゃねえの、ラッパーだったら見とったらこっちだろ。何が身とこうもんなら笑わせんじゃねえよ。排除してくぜ、高カード見せてくぜ、俺はノーカード。へよ、セミスタイルでぶつかってくだけだ、こうだろう。やっぱりスケのラップの方が聞きやすいだろ。へよ、前面すぎて出てこない緊張感、スケのラップの方がいいだろ。はい、いや、緊張感だったら金賞さん並みの家、やばいバイブス見せつけてやるさ。お前はマジでイケメンだけどビートに乗せれば俺はオフリシュンだ。こいつのコースの得意分野言うとってこんな感じで、イケメン殺し1回戦通じて2回戦もイケメン、ブサイク代表ぶち当たるねや。シューハーイ、では発声に行きたいと思います。先攻スケ、後攻孝太郎。勝利した孝太郎スケにも、リアクション盛り上げてくれたスケにもリアクション。